こんにちは。こちら、前回の動画で作ったマインスイーパーですが、前回、AI にこれを学習させようとして、うまくいきませんでした。前回のおさらいをすると、マインスイーパーのルールを説明し、AI の学習方法も説明しました。しかし、すぐにはうまくいかず、徐々に爆弾を増やしていく学習の仕方でもやってみましたが、それでもダメでした。じゃあ、なんでそんなに難しいのか、と考えるところで前回の動画は終わりましたね。今回はその続きです。では行こう。さて、前回の AI の学習方法は、このすべてのマス目の状態を見て、そこから次にどのマスを開くか決定するというものでした。開いた後、またすべての状態を見て、そこから次にどこを開くか決定。その繰り返しです。これだとなぜ難しいのか、それは、盤面が取り得る状態の多さにあります。例えばこの状態の時、このマスに爆弾があり、その隣には爆弾がないことがわかります。AI はこの時、その他のすべてのマスの情報も考慮して、マス目を一つ選びます。次にこの盤面を見てみましょう。さっきと同じマス目に注目すると、爆弾の場所と安全なマス目は同じです。ですが、その他のマス目は、見ての通り全然違います。同じ安全なマスを選ぶ場合でも、そのマス目を判断するのに必要なマス目とは、関係のないマス目すべてを判断材料にする設計ですね。これでは非効率ですし、マス目が増えた時に対応できません。そこで、考え方を変えました。すべてのマス目から一つを選ぶのではなく、左下のマス目から順番に、安全、爆弾、まだわからない、の中から一つ選んでいきます。さらに、最初のマスを開く時の情報がないときついので、最初のマスは連鎖して周りが広がる場所をランダムで開いてあげます。実際のマインスイーパーも、最初のマスは確定で広がる仕様なので、同じ仕様にしました。この状態から AI の学習が始まります。左下から順に見ていって、開いていないマス目に来た時、安全と思うなら開き、爆弾と思うならピンを置き、わからないと判断すれば、次のマスに進みます。判断するときに AI が観測する情報は、すべてのマス目ではなく、そのマス目の二マス先のマス目までの情報です。こうすることで、盤面が増えたとしても、観測する情報の数は変わりませんね。判断が正しかった場合、プラス報酬を与え、間違っていた場合、マイナス報酬を与え、リセットです。なので、ピンを置き間違えた時点で、ゲームオーバーとなります。そして、毎ターン微小なマイナス報酬を与えます。これにより、わからないわからないと言い続けると、マイナス報酬が増え続けるので、早くクリアするようになります。言い忘れてました。今回は、自分が置いたピンの数と、残りの爆弾の数も観測させています。こんな感じで、カリキュラム学習にて、爆弾の数を徐々に増やしながら、学習完了。こうやって見てる間にも、爆弾3つは解けていそうです。ということで、学習完了した今回の AI の実力を見てみましょう。どうでしょうか？前回と比べるとかなり安定しました。しっかりとクリアできていますね。普通に失敗することもあります。ですが、考え方を変えるだけで同じゲームでもうまくいったりいかなかったり、面白いですよね。まだまだ改善点はあるかもしれませんが、これで上級のステージもクリアできるかどうか試してみましょう。さすがにダメでした。開いているマスの周りから攻めていくなど、さらなる工夫が必要そうですね。